は言論界の代表が一堂に会して意見を戦わす歴史的な催し、東亜新聞記者大会は8月4日から1週間、中国革命の発祥地広東の中山記念堂で開かれました。日本から23名、中国から50名、満州国から7名、合計80名の代表者が出席。国民政府からは特に王主席が林宣伝部長らを従えて大会に乗り込みました。林伯清氏の開会の辞を持って大会の幕は切って落とされ、王主席の特別訓示をはじめ、終始真剣なる態度を持って党は共栄の実践方法を協議し、党は新秩序建設の上に幾多の大きな収穫を挙げました。大会第4日には中山記念堂前広場において新中国建設の意気健康たる中国同時軍を王主席自ら謁し、その前途を祝いました。